ラーメン大金星さんに行きたいと思います。なんかもう黄金色のラーメンって感じがしますね。金に輝くみたいな。これ醤油ラーメン好きの人絶対食べた方がいい。ラーメンと打ってパンでもスープの色がもう違うね。香りはもうすでにすごい煮干しの香りがしてます。楽しみですね。じゃあスープいただきます。すっごい煮干し。しっかり苦みがあってガツンと煮干しの味がきますね。煮干ししか言ってないわ俺。うまいですね。もうこれスープの時点で煮干し好きは絶対に開拓した方がいいと思います。間違いない。じゃあ果たしてこの麺とどういう風な味がコラボされるのか行ってみたいと思います。やっぱり煮干しだ。麺にもしっかり煮干しのスープが絡みついてるんで、もう麺食べて鼻の奥にふわーっとこう煮干しの苦味と香りと、これはうまいっすね。やばい、これ癖になりそう。やっぱ大金星なだけあって卵も黄金に輝いてるね。いやそれは普通じゃね。これもいいね。名前の通り大金星のラーメンでした。看板メニューの一つでもある特製醤油ラーメン、見た目も黄金色にこう光ってるラーメンで、とってもコクがあり旨味があり、もう最高でした。そしてあとは何といっても煮干しラーメン。秩父で煮干しラーメンを食べれるのはなかなかないそうで、もしかしたらもうこのお店だけかもしれないですね。ぜひ皆さんも行ってみてください。過去のラーメン動画やこれからもラーメン屋さんの動画どんどん上げていきたいと思いますんで、よろしければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではシブル深夜皆さん観光大使
次回も頑張んべ。またね。インラーメン大金星。